こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこのトボット V よりスーパードリラーです。それでは見ていきましょう。ということで来ました、新しいトボット V のおもちゃですよ、うん、で、これがこのドリルのこういうビークルからこのロボットに変形するっていうやつですね。もう最高ですよね、ドリルって。しかもこのオレンジね、いいですよね。はい、そして裏こういう感じになってます。で、この前発売されたこのマスター V で、次、はい、このドリルで、はい、この他2体がまた出るということで、で、この4体が、まあ、4体っていうかこのマスター V まず3体合体なんで、3体4体5体6体が全部合体するっていう、ちょっと驚愕すぎるね、合体なんですけど、ということで早速開けて見たいと思います。中身を取り出すと、このスーパードリラ本体とこの説明書ですね。で、これが、はい、こっちがこのロボットからビークルへの変形と、ビークルからロボットへの変形で、裏が、はい、これをマスター V に合体させる時の、はい、やつが載ってます。で、はい、全部合体するとこうなりますってのが載ってますね。うん、すごいですよね、6体合体って。はい、そしてなんかこういう、なんかファイルでもないんですけど、なんかこういうシールが貼れる、貼って剥がせるタイプの素材でできてる、こういうファイルじゃない、なんかノートみたいなのが入ってるんですよ。でシールも入ってます。で、このなんかその体のパーツみたいなシールがあって、これはこのマスター V にもこれがついてきてて、このマスター V の、はい、マスター V はマスター V の部品だけのシールが入ってます。で、多分これ 6体集めると、このね、シールを貼ってこの6体合体のマスター V が完成するみたいな、うん、そういうのも集めて楽しめるよっていう感じのやつだと思います。はい、ということで早速このスーパードリラーのビークルモードから見ていきたいと思います。スーパードリラーのビークルモードはこのような見た目になっています。どうでしょうか。いや、このシンプルな色合いもめちゃくちゃ最高ですよね。オレンジでガンメタで白で、あと水色ちょっとこう入ってるっていう感じので、ドリル4つもあるっていう、最高すぎませんか、この見た目。うん、なんかやっぱそういうなんかドリルとか、そういうなんかなんだろう、その重機みたいな感じのって、やっぱこうオレンジ合いますよね。で、キャタピラもしっかりついてて、もうそう、この造形までしっかりこうなってるっていう感じですね。うん、最高ですね。で、コロが1,2,3,4,5,6,6ついてるので、コロ走行させることができます。はい、最高ですね。まあ、ということで早速これをロボットモードに変形させていきたいと思います。スーパードリラー V トランスフォーメーション。スーパードリラーロボットモードです。それでは見ていきましょう。スーパードリラーのロボットモードはこのような見た目になっています。どうでしょうか。このような感じです。いや、最高すぎますよね。すごい、このまずね、ドリルを足にするっていうこの発想が面白いですよね。うん、やっぱりこの、うん、ドリルってだけにすごいこうごついね、体格ですよね。ガタイがいい。で、このなんかバックパック背負ってるみたいな。で、これ全部キャタピラなんですよね。うん、これもまた面白いですよね。うん、で、この変形もすごい簡単で、めちゃくちゃ簡単なんですけど、こうしっかりとかね、こうクリックがあったりとかして、ちゃんと変形させてるなっていう感じがしていいですね。うん、で、こう
腕が出てきたところにもこうなんかキャタピラみたいな、うん、こういう造形があったりとかして、こういいですね、かっこいいという感じがしますね。この部分とかね、いいですね。この胸のデザインとか最高ですね。ちょっと顔見てくださいよ、この顔もいいですし、ちょっとこのね角みたいなのがあるんですよ。これもまたねいいですよね、うん、こういう感じになっておりますね、うん、で可動なんですけど、まず手はい、こういう感じでクリックで回って次横、はい、で肘はい、そしてでここをなんと、はい、こうやってドリル、手をドリルにすることができるんですよ。これも最高ですよね、うん、でこのドリルごとこの手首を回すことができます。で足、はい、で膝がこのくらい曲がるという感じですね。そして頭が固定になってます。可動はこのような感じです。普通にこうやってポーズ取らせるだけでもめちゃくちゃかっこいいですね、うん、やっぱこの腕の幅とかこの体のこの幅、うん、幅ある感じがもうごつくてたまんないですね、これは。あとはここですね、肩こう動くのでこうやってこう腕を前に持ってくるとかいうこともできますね。こういう感じで結構きますね、こういう感じで。いや、いいですね、これめちゃくちゃかっこいいですね。このドリルが本当最高ですからね、こうやって手をドリルにしてポーズを取らせるっていうのもまた最高ですよね。めっちゃかっこいいです、こういう感じですね。それでは大きさ比較をしていきたいと思います。まずは同じトボット V のキャプテンポリスがこのくらいですね。そして合体するマスター V の大きさがこのくらいになっています、うん、やっぱりこうこのマスター V と合体するのでちょっとこう普通のトボットよりは小さめっていう感じですね、うん、いやなんですけどやっぱりこの大きさっていうのもすごいいじりやすくていいですね。変形も簡単で、はい、すごいいい大きさだなと思います。それではこのスーパードリラー1体だけでもこのマスター V と合体させることができるので合体させていきたいと思います。合体、マスター V スーパードリラー合体モードです。それでは見ていきましょう。スーパードリラーと合体したマスター V の見た目はこのような感じになっています。どうでしょうか、このような感じです。いや、めちゃくちゃでかいですねこれ、うん、いやてかもうかっこよすぎませんか、この腕、このドリルのところにこの拳があるっていうこのデザイン面白いですよね、うん、めちゃくちゃかっこいい。
でこの肩の部分、こうこれも結構キャタピラっていうのがこう前面に出ててごついんですけど、さらにこの腕だったこのスピードのこの部分が着てて、またさらにこうでかくなってるっていうのもいいですよね。でこのドリルが上からピッピッてこう出てるのもかっこいいと思います。でこのマスター V、 この正面だけじゃなくてこの後ろ後ろもまためちゃくちゃかっこいいんですよね。このドリラ合体して、はい、こういう感じになってね、えかっこよすぎますよね。後ろ姿も最高ですよね、ほんと。でさらにこれ2体また合体しますからね、下駄と後ろのウィングと。いやこれはもうめちゃくちゃ楽しみですよね。ポーズを取らせるとこのような感じです。いや最高にかっこいいですよね、うん。でなんかこう反対側になんかでっかい怪獣とか置きたいですよね、うん。いや最高すぎますね、これ本当にめちゃくちゃかっこいいですね、このような感じです。ということで今回のこのトボット V のスーパードリラーのレビューいかがだったでしょうか。いやこれもう本当に最高ですね、うん。やっぱり今までのトボットって結構でかかったじゃないですか。なんですけどこの大きさになったことによって結構もうかなりですね遊びやすくなってますね。でさらにこう変形簡単なんですけどやっぱり、うん、面白いし、このデザインがやっぱりいいですよね。ドリルでこのオレンジっていうのが自分めちゃくちゃもうこれもうドストライクですね、うん。でやっぱりこう触っててわかるんですけど、このこう割ってみてもこうすごい分かると思うんですけど、このパーツのもう密度がもうめちゃくちゃすごいので結構重いんですよ、うん。なのでこれも触っててすごいあいいなっていう感じのおもちゃの感じですね、うん。っていうのがすごい良かったですね。このバックパックのこのね感じとかもすごいいいと思いますしね、うん。でこれ変形ロボットビークルに変形してさらに合体するっていうところがすごいね、いいところなんじゃないかなと思うので、気になった方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。それではここからはレビュー中に話せなかったことなどを話していきたいと思います。ということで今回このトボット V の新作スーパードリラーをレビューしたんですけど、このスーパードリラーのデザイナー知ってますか、誰か。なんとこのキャプテンポリスをデザインしたヨンビンさんっていう方なんですよ。このスーパードリラーをレビューじゃないデザインされた方は、うん。で自分韓国行ってきたっていう動画出したじゃないですか。その、まあ、何買ったとか、うん、対談とかいろいろしたんですけど、ぜひちょっと見てない方まだ見てほしいんですけど、そこであの3人の韓国のおもちゃのデザイナーさんとまたお会いする機会がありまして、そこでこのデザインされたヨンビンさん、そしてカロンさん、カジキさんと3人とお会いさせていただいて、そこでヨンビンさんにこのマスター V サイン付きでちょっとね、ちょっといただいてしまいまして、 でもちょっとこのマスター V は多分みんなさんあれですよね、もうレビュー見てるよとか、あともう自分マスター V 持ってますとかいう方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、うん、今回マスター V レビューなしでこのスーパードリラをレビューしたっていう感じですね、うん。ということで今回の動画この辺で終わりたいと思います。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。